授業始めます。心配しなくても大丈夫。いやいやいや、僕本当大丈夫なんで。誰こいつ、え、みんな映してる、誰、あ、大丈夫、ごめんなさい、あの今年から、新任で、あの、あ、新しいやつ先生になりました。本場じゃあ、こっち向け。いや、いや、ごめんなさい、あれ、いやいや、ダメです、ダメです、あだ、ダメ、ダメ、ダメ、ちょ、お前、うるさいよ。あの、いや先生、ほんまに、もうお前、誰だ先生、もう大丈夫です、本当にもう行けない、いきなり来たやつが、お前、シャシャリに。いや、これで俺ら遊んで、おもろいやな。いや、あんまり笑ってないし、ペンで人の、あ、だから、だ、先生、先生もう、始めてください。いやいや、もう、授業始めて大丈夫なんで。じゃあ、分かった、じゃあ、ペンだけ募集。いや、もうこれ、な、俺らこれでいつも遊んでもんな。いや、ペンで人の顔面を描くっていうのは太い方で描くわ。あ、いや、だから、その、でも先生も早く授業してうっせぇ。あ、何がだ、何がうるせえだ、おかしのろ、お前。おい、楽しい、こんにちは。嬉しい？はい、今の感情を述べてください。人にやられて嫌なことをするな。何が楽しいだ、何が笑ってるだ、お前ガキか、お前。ああ、俺もな、学生時代同じことやられてたよ。うん、クラスの大将に。でも、そいつは、ね、10年後、意味わかんないホームレスみたいになってたよ。今、そういう人に対して嫌がらせ、ね、人に対して嫌なことをする奴は、必ず罰が当たる！こんにちは。どうもこんにちは。なあ、お前ガキか？小学生か？え？これやって相手がどう思うか、なぜわからない？楽しいからそれで OK、 自分が楽しいから OK、 周りが OK、 周りが笑ってるから OK。 ふざけるな！え？なんか文句あるなら言えよ。反論あるなら言えよ、お前。ふてくされて。何？はい、どうぞ。自分がしてることはおかしくないです。言えよ。お前さっき、全然口調違えじゃん、さっきと。え？さっきの勢いちょうだいよ。はい。何？うるせえよとか。新任の先生？誰こいつ？あ、言って同じこと。え？何？俺15年以上、だいぶ荒れた高校に勤務してたから。こんなん余裕なんだけど。どうした？どうした？え？どうした？いや、すいませんじゃなくて。俺に謝るんじゃなくて、こいつに謝ってくんない？ねえ、どうしてくれんの、これ洗うの大変、みんなの前でこれ書かれて大変。お前は10年後忘れてるかもしんねえけど、こいつの心の傷は一生残るんだよ。はい、じゃねえよ、謝るよ、お前。謝る、早くよ、お前。そんなんでお前済むと思うなよ、お前。いや、大丈夫。こいつは優しいから OK かもしれん。これお前社会に出て同じことしめろ、お前。一発でクビだぞ、お前。人間関係壊れる、ねえ、お金もなくなる。帰れ、お前。え、何？嫌じゃないでしょ、お前。別に帰らすのはもういい。帰れ。え、文句あるならいいよ。だからないなら帰れよ、お前。一旦いる資格ない。あ、一回反省してこの人に過ぎてくんない？お前のやつらも一緒だよ。なんでこう当たり前にはなってるの？ねえ。あと5分後授業始めます。先生、なんかすいません。お前これが普通だったの？今までずっと毎日こんな感じでした、うん、よかったね、俺が転任してきて。もう大丈夫だよ。オーケー。基本的に嫌なことあったら嫌って言え。それに対して何か言われたら俺がすぐに駆けつけるから。なる、はい、安心しろ。ありがとうございます。オーケー。ここ我慢するなよ。はい。我慢して損はない。もうお前ここからいいことしかない。耐えた先には必ずいいことあるから。オーケー。
はい、笑いを守った。そうだ、そっちは楽しいだろ。 OK、 はい、授業始まるよ。はい、行きましょう。待って、